三条大橋佐賀嵐山三条通り、京都市街中心部の様子境町通りとの交差点付近平洋軌道場を走る、京福電気鉄道山の内駅付近三条通りは、京都府京都市の主要な東西の通りの一つ。平安系の三条大寺に相当する。また、鴨川に架か,かる三条大橋が、東海道五十三時の終点だった。東は、山しな四宮から、西は、 京区の嵐山に至る、東海道の境の出入り口の部分は、境の七口の一つの淡田口と呼ばれ、近くにある淡田神社は、旅立ちの神として信仰された。山品区内では、東海道の旧道と、現在は、京都府道143号忍宮4津塚線になっている、旧国道1号のどちらも三条通りと呼ばれる。両者は、 日の下峠の山品区側で合流し、毛上げのすぐ西で、再び分離して古川町通り付近で再度合流し、三条大橋で、鴨川を渡る。東海道として延伸していた部分は、山品区内を中心に三条街道とも呼ばれている。三条街道は、山品盆地東端の京都府、滋賀県の府県境付近のひげ茶屋追い分けにて、伏見塾方面からの大津街道を合わし、大津塾に通じる。 河原町通りから寺町2にかけては3条、名店街商店街のアーケードの商店街。寺町2からカラスマ2にかけては一方通行の狭い道路だが、明治時代はメインストリートだったので、旧日本銀行京都支店や中京郵便局などの近代建築が多い。軍区町村編成法により、上行区、下行区が置かれた時、この三条通りを境として、北が、 上京区、南が、下京区とされた。カラスマ2との交差点には、京都市道路原表が残されている。堀川2から千本通りにかけては再びアーケードの三条会商店街となる。千本通りから、西は、京都府道112号二条停車場を荒山線となり、幹線道路となる。この三条会商店街は2009年3月に、新、頑張る。 商店街77線に選ばれた。西は、西、王子2から角の王子2までの、京福電気鉄道嵐山本線の併用軌道が、付設されている区間を越えると北西に進み、旧二条通りと合流すると再び西に向かい、渦正、片平の辻を経て、桂川左岸で、林原通りと合流し、嵐山に至る。 嵐山付近は観光シーズンには慢性的な渋滞が生じている。現在は三条大橋東詰めからカラス松までが路上喫煙等禁止区域である。明治の初期からメインストリートだったために市街地での拡幅は限られたが、東と西の郊外では主要幹線として拡幅され、路面電車が付設された。上記の路線は全車が軽半だが、後舎の乱電は、 京阪ホールディングスの子会社で、京阪グループである。京都文化博物館別館中共有便局、広高寺郎門と、乱電鉄道、軌道の駅2005年度の平日24時間、交通量京都市内の通りの名称は、通となっていて、利を送らない。例外として、道路標識では、通りとして送る表記を採用しているが、印刷資料で送るものは、極めて珍しい。 京都市内の通り表記参照京都参上会商店街 -asahi.com ありがとうございます。